ちょっと窓か何よ。見知らぬ天井がない。ごめんね。君がカズニーのはずないのにね。新稲葉に来ればカズニーに会えるような気がした。だから町衆探して、挙句の果てにあんな罠まで。君があの罠にかかった瞬間、本当のカズニーのような気がしたんだよ。あんなのに引っかかるの、読書バカのカズニーくらいだし。窓か。本当ダメな妹だよね。そんなことない。お前はいつだって俺の一番の妹だ。ありがとう。私はまだ何が正しいのかなんてわからない。だけど逃げてばかりじゃカズニーと合わせる顔がないから、だから最後に思いっきりぶつけてくるよ。よくここが分かったね。ええ、うちの犬ったらすぐいなくなるから発信機を仕掛けておいたのよ。ってお前もか。で、覚悟はできたかしら。もちろん全力で乗り越えてみせる。好きよ、そういう分かりやすいのは。じゃあマグロイーター起動。イエス、マイマスター。包丁で叩き切ってあげる。ちょっと待て、マドカ、何なのそれ。マグロイーターだなんていい獲物を持ってるわね。うわ、夏野さんもご存知なの。なんだよマグロイーターって、そんな物騒な名前包丁につけるなよ。なるほど、それなら私の部屋まで侵入し脱出することも可能ね。包丁でどうやって。小さい頃から貯めたお年玉を使って通販で買った特製の包丁だよ。通販で売ってんの。ずっとこれを使ってカズニーのために料理をしてきた思い出の品。絶対負けない。それでカレー作ってたのか。使いづらいだろう。だからお前のカレーおかしかったんだよ。てか毎朝そんなもの使ってたなら俺も気づけよ。あー、ツッコミが止まんねえ。それじゃ始めましょうか。そういえば名前を聞いてなかった。秋山忍ってのはペンネームなんでしょ。夏の桐姫、作家、この万能文具ハサシロウでぶった切ってあげるわ。春美まどか、春美和人の妹、この電動包丁マグロイーターであなたを食い尽くしてみせる。いざ尋常に勝負。ただでかいだけの武器なんて私のハサジロウには通用しないわ。さあそれはどうだろうね。マグロイータージェノサイドモード。形態変化、ジェノサイドモード起動。食材の殲滅を最優先とする。変形したジェイソン。なかなか見せてくれるじゃない。でもくらいに使えそうね。肋骨砕いて、腹綿取り除いて、3枚に下ろしてあげるよ。超怖いぞ俺の妹。どうしたの妹、息が上がってるわよ。うるさい。まずは一撃。本当は分かってる。こんなことをしてもどうにもならないって。マドカ、カズニーは死んだ。もう私のそばにはいない。でも
私がここで諦めたら、アルミカズヒトの妹だなんて名乗れない。私とカズ兄の絆がまだここで、こんな中途半端で倒れることを許さない。だから、マグロイーターデストロイモード、形態変化デストロイモード最終起動、食材の破壊を最優先とする。大砲飛び道具、この一撃は過去への決別、私の覚悟の一撃。そして新しい未来への呪しとなるの。受け取りなさい、夏の霧姫。夏の受け取りなさい、夏の霧姫。夏のうう嘘だろ。いい答えだわ。けどこっちの高校を受験するのね。はい、その下見に東京に来たんです。私の本は読んだことあるの？はい、カズ兄に勧められて。そう、なら感想を聞かせなさいよ。恥ずかしいな。うん、これが戦い終わって芽生える友情。